こんにちは。今回ですね、新しいサービスの発表ということで、ネットビジネスでどうしても結果が出なくて困っている方、また、少しずつ結果は出てきているんだけど、まだ大きな結果までたどり着いてないという方にね、いいニュースになると思いますので、ぜひね、最後まで聞いてほしいと思うんですけども、この Twitter ツールライセンスという新しいサービス、これっていうのは何なのかというと、 ツイッター自動ツールというものをあなたが今日から販売できるそのライセンスを提供するものなんですね。そしてこの提供する目的としてはあなたにこの販売ライセンスを取得してもらって半年以内に月収50万円を安定して稼げるようになってもらうと。一言で言うとこういったね目的があって発表することになりました。 今回、そのツイッターツールライセンスに関しての内容にどんどん、ね、迫っていきたいと思うんですけども、今回の動画では5つお伝えする内容があります。1つ目がネット業界で多くの人が抱える悩み。これまで私がコンサルティングやプログラムを通じてきて、共通する、ね、悩みというのが見えてきましたので、もしね、あなたも同じような共通点がある可能性もありますので、ぜひね、それを解消するために聞いてみてほしいと思います。 そして二つ目に、このネット業界の問題点ということで、私がね、2011年からこのネットビジネスを始めて、ここがね、本当に見てきて問題だなと。この業界のこういったことを改善すべきだなと。本当に一部の人はね、稼げているかもしれないんですけども、その他大勢の人はまだまだ結果が出ないままで終わってしまっているわけなんですね。そういったところをどうやって改善していくべきかをお伝えしていこうと思います。 そして3つ目に Twitter ツールライセンスとは何かということで今回発表するサービスについてねもう少し具体的にどういった内容なのかについてお伝えしていこうと思いますそして4つ目にこれまでの私自身の独自販売の成果実際にこれまで私が今回発表するような商品を販売してきてどういったね成果が出てきているのかについて具体的な報酬画面を見ながら解説していきたいと思いますそして最後5つ目に ツイールライセンスの3つのつ活用法とということで今回提供するサービスの活用法大きく3つあるのでそれについてお伝えしていこうと思います。ということで今回1つ目のネット業界で多くの人が抱える悩みということで私がこれまでコンサルティングやプログラムを通じていろんな、ね、方の悩みを聞く中で稼げない原因というものが、えー、2つあったのでそれをね お伝えすると、まず、アフレートの商品が売れないということで、実際にこれをね、聞いてるあなたというのは、何かしら商品をね、紹介したことってあると思うんですね。ただ、その商品が売れない。これっていうのはなぜ売れないかというと、有料商品であれば、圧倒的にまず特典の魅力が弱いんですね。アフレート商品というのは、多くのね、人が紹介しているものなので、 どこで買うかどうかって判断されるかというと、その特典の強力さで判断して、この人から買おうっていうふうになるんですね。ただね、ネットビジネスを始めた人にとっては、こういったね、特典をいきなりね、用意するっていうのはとてもハードルが高いことなんです。ただ、この特典を用意しない限りは、やはりずっと売れないままなんですね。そしてもう一つが、アクセスが集まってない。この集客の部分をしっかり補い,ないようなツールがないといけなかったんですね。そして二つ目に、自分の商品が作れない。と。 自分の商品を持つことで価格を自由に決められて利益率が高くなるというのと、また自分の商品を持つことでいきなりね、紹介していた商品がなくなってしまったとか、そういったことを避けることができるので収入のコントロールにつながるんですね。私もね、最初に初めてプログラムを発表した時、自分の商品を作るときって半年ぐらいかかったんですね。最初にゼロからね、どういった商品を作ろうかなと考えて、 商品を作って販売までたどり着くまでにやっと半年間。それだけ頑張っても簡単にすぐに売れたわけじゃなかったんですね。商品作りにもやはり時間がかかってしまうということで、どうしてもね、この自分の商品が作れないで終わってしまう方も多いわけなんです。おそらく自分の商品を作って売ったら一番ね、儲かるんだろうなと、分かってると思うんですけども、どうしてもやはり今はね、その段階じゃないんだと思っている方いるかと思うんですね。 そういった悩みを聞いていく中で、このネット業界の問題点というものが見えてきたので、それについてね、私なりのね、考えをお伝えしたいと思います。これを聞いているあなたも、何かしらね、ネットビジネスの商品を買ったりとか、見たりとか、聞いたりとかね、した時ってあると思うんですね。私自身もそういったものね、実際にお金を出して買ってみたりとか、試してみたり、実践してやってみたことあるんですけども、多くの内容っていうのは、お小遣い稼ぎのような、 もので、確かにね、少しは稼げるかもしれないんですけども、ずっとね、それをやっていても、どうしても成功にはたどり着きづらいと感じるわけなんですね。本当にたとえ成功するとしても、多くの作業量とか労働力というものを売らない限りは、結果的に遠回りして、本当にね、成功者とどんどんね、差が開いていってしまうんだろうなと感じるわけなんですね。そしてもう一つが、大切な家族や大切な人を養ったり、 自分が豊かな生活できるか稼ぎを力を持たないといけない。じゃあね、先ほど言ったように、お小遣い稼ぎばっかりやっていて、本当に自分のね、生活は豊かになりますかと。まあ、してやね、今、大切な家族がいたりとか、これからね、大切な人と一緒に人生を歩むんであれば、豊かな生活ができるような稼ぎがないと、そもそもそれを続けていてもしょうがないなと思うわけなんですね。ですので、私のね、高額のコンサルティングを受ける方にも、 基本的にはアフレート報酬の高い案件、もしくは自分の商品を売って高い利益を得られるものを紹介するように進めているわけなんですね。なぜならそうでないと私たちは豊かな生活にたどり着かない。または大切な家族や大切な人っていうのを養ったりできないからは。というわけでここまでネットビジネス業界の多くのね人が抱えている悩みとか、またはこの業界のね問題点について、 お話してきたんですけども、じゃあ今回、ね、お伝えしているこのツイッターツールライセンスとはどういったものなのかというと、これっていうのは手に入れたら今日から、このライセンスを手に入れたその日からツイッター自動ツールをあなたの商品のようにして好きなように価格を変えたり、また販売ページを自分で作って売ったり、アフリエート商品の特典にしたり、好きなように販売することができるんですよね。 ただね、それを聞いて、自分の商品を売るのって本当に儲かんのかと。アフレートでいいんじゃないかと。そういった思う人もいるかと思います。これを聞いてるあなたには、お小遣い稼ぎでは終わってほしくなくて、本当に自分自身豊かな生活して、もっとね、人生を楽しんでほしいし、またね、周りの大切な家族、また大切な人というものをね、路頭にね、迷わせる人生というものをさせてほしくないんですね。そのために、自分でね、商品を販売するとどのぐらい稼げるものなのかと、見てみますと、 このように画面を見てもらうと報酬画面あるように、基本的には2万5千とか、5万円とか、10万円とかね、そういったものが並んでるわけなんですね。これは分割になってるのもあるので、本当はね、もっと1件あたりの報酬というのは大きいんですけども、基本的には3万とか10万とかね、そういった1回あたりの金額は大きい金額で入ってくるようになります。このような報酬が入ってくると、本当に精神的にも安心して、安定したね、生活を送ることができます。 そして今回お話したツイッターツールライセンスを具体的にどうやってね、使えばいいのか。大きく分けて3つ活用法があるんですけども、1つ目があなたの独自販売する商品のラインナップの1つとして。先ほど言ったように、このライセンスを手に入れることであなたは手に入れたその日から自分の商品のようにして販売価格を変えて販売したり、自分なりの販売ページを作ってそれをね、売ることができたりするわけなんですね。 そして二つ目に、あなたのアフレート商品の特典として使うことができます。これっていうのはどういうことかというと、やっぱりね、まだ自分には早いんじゃないかなとか、もうちょっとアフレート頑張ってみようかなという方もいると思うんですね。そういった方には、このね、ツイッターの自動ツールを、あなたの今紹介しているアフレート商品の特典にもつけることができます。アフレート商品っていうのは、多くの人がね、紹介しているので、どの人から買うかっていうのは一番は、やはりね、 どういった強力な特典がついているかっていうところで決められるわけなんですね。ですので、今回ね、提供するツールというものがどれほど強力なものなのか、これからの動画でもお伝えしていくので、しっかり見ておいてほしいんですけども、中にはもうすでにね、アフレートで稼げてますよという方もいると思うんですね。そういった方も今回の提供するツールを特典にさらに加えることで、あなたの売り上げっていうのはね、ますます右肩上がり、上がっていきますので、ぜひ今回提供するツール注目してほしいと思います。 そして三つ目に、あなたの媒体の集客ツールとして使う。もちろん、このツールをあなた自身がね、使うこともできます。ですので、今回のね、ツールライセンスを販売する際も、それ以外の自分のビジネスでも、集客ツールとしてもね、使うことができます。というわけで、今回ね、新しい Twitter ツールライセンスというサービスを発表するにあたって、5つお話しさせていただきました。ぜひ、今回の話を聞いて興味を持ったなという方は、下のね、フォームに、 登録しておいてほしいと思います。その方にはね、優先的に秘密の情報をお伝えする可能性もありますので、楽しみにしておいてください。というわけで、次回の動画では、今回発表した Twitter ツールライセンスを使って、具体的にね、どのようなことをしていけば稼いでいけるのか、そのテクニックなどについてもね、お伝えしていこうと思いますので、ぜひ、2回目の動画も楽しみにお待ちください。というわけで、今回の動画、ご設聴していただき、ありがとうございました。